このゲームはフィクションです。実際の人物団体事件とは一切関係がありません。また専門的な事柄について正しく表現されているとは限りません。そのことに注意し、あらかじめ了承された方のみのみ、あと1行あと1行が読めなかった、はい、ということで今回は60秒のセレナーデというゲームをやっていこうと思います。なんかめちゃくちゃおしゃれなねタイトル画面ですね。だけどこのゲームね、ちょっとすごい怖いことに、あの60秒後にあなたを殺すわっていうね、あのなんだろう、あらすじでした怖っ。60秒ってそういう60秒、私が死ぬまでの60秒ってことなのかなめちゃくちゃに怖いですね。はい、ということでまあやっていきましょう。環境設定は特にまあないか。はい、じゃあ目を覚ますやっていきましょう。はい、お花がこのなんか5つ飛んでるのも伏線だったりする。目を覚ます、だイラストはめちゃくちゃ可愛かったんだけどね。この子に殺されるのかな。見知らぬ場所で目を覚ます。自分が誰かもわからない。体を動かそうとしたが拘束されていて、その場所から動けなかった。いきなり拘束されてますねもう嫌な予感。 BGM はすごく明るい。そんな私を見つめる少女がいた。ねえ、めっちゃ可愛い。すんごい可愛いけど目に光がないのが闇ですね。あなたを60秒後に殺すわ。いきなり、本当に とんでもなくいきなりですね。そう言って彼女は微笑んだ。もう残り60秒。あ、カウント進んだりはしないのか。言葉を伝える。対話を終了。あ、何？対話を終了？なんで自分を殺すのか。何これ、一旦なんかエンド4つぐらいあるらしいんで、これやってみよう。あ、対話を伝え、待って、どういうこと。あーって言ってみる。あ、ダメだ。何？伝わらなかった。対話を終了。これでいいのか。これを押せばいい。あ、違う。終わった。あ、やっぱりあの、な、マルチタ、なんかね、終わらせるみたいなのをしたら、終わったわ。体に痛みが走る。何か刃物で刺されたのだと、薄れる意識の中で理解した。ああ、刺されちゃった。さようなら、愛しているわ。最後に見た彼女の顔は笑顔だったが、その瞳にいっぱいの涙を蓄えていた。なんで泣いてるの？ああ、その瞳を私は知っていた。エンド、死亡に、死亡に？死亡に？ってことは、2つ目のエンディングってこと？今のが。何も事情を知らずに、ね、死んじゃったけど。じゃあまずはなんで自分を殺すのかを調べてみましょう。あなたは愛しているからかしら。でもあなたは私を見てくれない、だから殺すの。ヤンデレちゃんですか、もしかして。あなたを愛しているから、私のこと好きなんだよね。でもあなたは私を見てくれない。一方的な思いじゃん。そんな、6秒減っちゃった。君を思い出したい。はい、ちょっと忘れてるからね、何もわかんない。私をもう思い出す必要なんてないわ。だって私は何も期待してないもの。私はあなたを愛している、その事実だけで十分なの。本当に？お互い両思いの方がさ、きっと幸せだよ。だからさ、教えて。もう監禁された以上ね、ちょっと両思いは難しいかもだけど。君はとても素敵な人だ。急に増えたね。君はとても素敵な人だ、言ってみようか。ありがとう。あなただけよ、そんなこと言ってくれるのは。たとえ苦し紛れの嘘だろうともね。いや、本当にね、可愛い、見た目はすごく可愛いしね、服とかもすごい素敵だけど、なんで監禁するの。あ、殺さないでくれ。これ毎回変わってるのか、ここの選択。流れている音楽が気になる、言ってみる。確かに気になる。ああ、あなたを殺すときにぴったりだと思って。暗い曲なんて嫌だもの。どうせなら愛の曲がいいじゃない。あなたはこの曲を私のために弾いてくれたんでしょ。あ、そうなの。あ、私こんな素敵なバイオリン弾けるの、すげえ。じゃあ、君に会ったことがある、とても魅力。殺さないでくれ、言ってみる。ちょっとこうするしかないの。だってあなたを愛しているもの。この気持ちが色褪せないうちにあなたを殺すの。なんで？愛してるなら殺さないじゃん、普通だって。あ、じゃあなぜ60秒？すいません、ちょっと喉カラカラで水飲んできました。それが愛の消費期限だからよ。それを超える愛は育めない。だから殺すし。60秒なの？ 60 秒が消費期限なの？短っ！愛短っ！そんな愛なの？
君にも大切な人はいるだろう。それでも思い出したい。それでも思い出したい。ちょっと思い出したいね、この子のことを。そうね。じゃあ私が誰か思い出したら殺すのを考え直してあげてもいいわ。保証はできないけど。え、本当に？チャンスできたよ。殺されないチャンス。君に会ったことがある。あなたは忘れたかもしれないけど、私は今でも昨日のように覚えているわ。あなたをはよう、育んだ私、なんだっけこれ、生きる理由をくれた。だからあなたは責任を持たなきゃいけない。ほうほう、何を思い出せばいい。とても魅力的に見える責任。曲名は、何を思い出せばいい。じゃあ私の名前を思い出して。でもそれだけじゃダメ。とっておきの愛の言葉をちょうだい。お、あ、愛の言葉？あ、言葉を伝える。愛しって、これ4文字しかいけなくない？だから、好きだとか？好きだよ。はい。ダメかーい。全然伝わらなかった。これは？あ、これもうダメなんだ。責任？あなたは私の愛を受け入れる責任があるの。あの言葉が軽々しく放った言葉でないことを証明しなければならない。ならなかった。でもあなたは約束を違えた。だから殺すのよ。何を言っちゃったの？軽々しく放った言葉。あ、やべえ。時間切れだ。体に痛みが走る。さようなら、愛しているわ。最後に見た彼女の顔は笑顔だったが、その瞳にはいっぱいの涙を蓄えていた。一緒じゃん。時間切れでもダメなんだ。どうしたらいいんだろう。君にも大切な人はいるだろう。はい、今のところちょっと全部上の選択肢を選んでてます。あなた以上に大切な人なんていないわ。だって世界で一番あなたを愛しているんだもの。だからあなたを殺すの。そして私も死ぬ。それでハッピーエンドよ。無理心中やめて。それ全然ハッピーじゃない。あ、もう選べなくなった。なるほど。君を思い出したい。私、ここは見たもんね。それでも思い出したい。そうね。じゃあ私が誰、はいはい、何を思い出せばいい。私の名前を思い出して。でもそれだけじゃダメ。とっておきの愛の言葉をちょうだい。あ、これでもうここも選択できなくなるんだ。とっておきの愛の言葉だって4文字しかないからさ、何が入るんだろう。じゃあとりあえずこっち。あなただけをそんなこと言ってくれるのはとても魅力的に見える。ふん、あなたはそう見えるの。まあどう見えてるかなんて私は知ることなんてできないけど、さぞや恐ろしい女に見えるんでしょうね。私は知ることなんてできないけど、なんで？あ、自分のことは見えないからってこと？優しそうな瞳をしている。はい、優しそうね。とても抽象的。でも出会った時もそう言ったわね。そんな優しい瞳をした人が死のうとしないで生きてって。ん？どういうこと？優しそうね。とても抽象的。でも出会った時もそう言ったわね。そんな優しそうな、優しい瞳をした人が死のうとしないで生きてって、はあ、生きてって言ったってこと？本当勝手よね。そのせいでこんなにあなたを愛してしまったわ。責任取って一緒に死にましょう。あー、生きてって言葉がこの子にとっては無責任な発言だったってこと？なるほど。まずは、ここ、生きてってここで言ってみるとか？生きて。はい。あ、それでもあなたはその言葉を言うのね。あ、待って、これ、何回も言えば、変わる？無責任よ。ほんとひどい人。はあ、いけるんじゃないこれ。生きて。生きて。無責任よ。ほんとひどい人。あー、変わらなくなりましたね。うじゃない、うじゃない。生きて。はい。あー、ダメですね。こっからはダメだ。じゃあまたちょっと、こっから。あ、流れている音楽が気になる。はい。あなたを殺す時にぴったり。曲名はドリゴのセレナーデ。あ、これがセレナーデなんだ。私たちの思い出の曲じゃない？私を意味する曲ですごく恥ずかしかったけど、あなたの愛が詰まっていて、いつも最高の演奏だったわ。はいはい。愛？セレナーデはサヨ曲、つまりは恋人に捧げる曲よ。この曲は歌詞もとても素敵。私たちの新たな旅立ちにちょうどいいの。なるほど。あ、終わった。じゃあこれ以上は曲は意味ないってことだね。じゃあ思い出したいして、これってもう全部聞いたんだっけ。話とても魅力的、優しそうな瞳、はい、本当かっていうね、責任取って一緒に死にましょう。あ、じゃああとはここの4つ目の選択肢が分かれば進めるのかな。ちょっと一旦もう12秒しかないんで戻ろうかな。
あ、あれ？あれ？え？なんでなんでなんで？適当にまた終わろうと思ってバッドエンド見ようとしたら凍ってる。見知らぬ場所で目を覚ます。ここは病室だろうか。清潔感のある独特の空気が漂っている。つけっぱなしのテレビの音が病室に響く。の症状の一つに記憶の逆行性喪失があります。それは記憶が過去に遡って失われていき、残っている記憶がその人にとっての現在の世界になるというもので、ほい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 、つまりは昔の自分に戻るという症状です。ほい。幻覚や妄想といった周辺症状も、その人の体験や思考が昔の自分に戻った世界の出来事だと考えると決しておかしなことではないのです。はい。その人の気持ちや見ている世界を理解することは途中からなのでよくわからないが、どうやら高齢者の病気について紹介しているようだ。私も年を取ってこの病気になったら両親や妻のことすら忘れてしまうのだろうか。やだね。と言っても私には妻どころか彼女すらいないのだけれど、友達たち、友人たちにはバイオリンと結婚するのではないかと冗談交じりに言われるほど浮いた話がないのだから。さっき弾いてたのだよね。なんだか疲れた。私はテレビを消して再び眠りについた。エンド、生還に生きてるんだ。殺されなかったってこと？生還に。だから殺されなかったエンドにたどり着いた。生きてって言ったから、もしかして。あ、ああここ一緒か。なるほど。え、じゃあちょっと待って、どこだっけ、これ。君に会ったことがある。ここの選択肢は全部見てない。責任、ここまでは見たよね。はい。あの言葉とは。とても他愛ない言葉よ。ありきたりで、チンプで、無責任な。でもあなたはその言葉に責任を持ってくれると言った。だから私は生きたのに。なのにどうして約束を破ったの？ありきたりで、え、何？無責任、え、ありき、待って、わかんない。何を言ったんだろう。結婚とか、結婚しよう的な。結婚、はい。あー、ちゃうね。ここさ、セレナーデはサヨ曲、つまりは恋人に捧げるもの。このさ、サヨ曲のサヨだけカッコでくくられてるの、なんかこれ意味あるのかな。サヨ曲、サヨ曲って入れればいいとか。サヨ、サヨ曲、あ、曲、あー、曲が入らない。サヨ、あ、じゃあカッコでくくられたサヨ、はい。え、あ、あ、変わってる。やっぱあれだね、文とかに隠れてるんだ。はい。生きてって言葉もね、ちょっと伏線で貼られてたもんね。じゃあもう一回読んだら変わる。何、さよ、さよ、はい。あなたからもう一度私の名前を聞くことができるなんて。さよちゃんなの君。あ、さよちゃん、さよちゃん、さよ、もう何度でも呼ぶよ。はい。あー、こっからは一緒なのね。これをさ、伝えた後で終わるとエンディング変わるとかなのかな。殺されるの。さよ、小さくつぶやいた声は吐いた血に埋もれて彼女に届いたかはわからない。なんで殺されたの。さよって呼んだよ。ほうけてしまったせいで忘れていた私の最愛の人、どれほどの苦労をかけたのだろうか。せめて最後に彼女を抱きしめるため腕を伸ばそうとした。だが拘束された腕ではそれは叶うことはなく、私は意識を失った。え、は、何、道路介護の果て、無理心中か。町何々町で起きた殺人事件で警察は80を殺害した容疑で妻の佐代容疑者を逮捕した。え、めっちゃおじいちゃん、 おばあちゃん。佐代容疑者は容疑を認めており、認知症の夫の介護に疲れた、一緒に死ぬつもりだったと供述している。認知症、エンド死亡位置、うわ、そういうことか。なるほど、もうおじいちゃんなんだ自分は、主人公は。で、さよちゃんはその記憶失ってるから、もう
殺そうとしてるってこと。あ、そういうことか。待って、グッドエンドはどうやったらいけるんだろうこれ。はい、すいません、ちょっともう分かんなかったんでね、ちょっと攻略見てきました、もういつも通り。そしたら、あの作用と生きてを両方言った状態で終わらせると変わるみたいな。あ、変わってる。そんな優しそうな瞳の人が死のうなんてしちゃダメだよ、どうか生きて。え、そんな優しそうな瞳の人が自分、おい、そう言うと、あ、目の前の彼女は泣き崩れた。あ、違う違う、これ今この子に投げかけた言葉なんだ、それを言ったんだ。あ、どうかどうか、私は彼女に一目惚れしてしまった、だからどうか私と生きて。あ、そういうことね。 Thank you for playing。 うわー、なるほど。ちょっと待って、もう一回見ていい？そんな優しそうな瞳の人が死のうなんてしちゃダメだよ、どうか生きて、これをこの子に言った、優しそうな瞳で死のうとしてたんだね、この子は多分。で、それで生かして、で、それで一緒に、だからどうか私と生きてってこういうことも言ったんだ。だけど、なんだろう、もう認知症で記憶がなくなって、そのことを全部いろいろ忘れちゃって、だから殺そうとしてるってことなのか、この子は。なるほど。で、実際は本当はもう80と79とかだったっけのおじいちゃんおばあちゃんの話だったんだね、これ。うわー、すごいな。なんかすんごく意外な展開だった。わあ、めちゃくちゃに面白かった。エンド4つ回収したんでね。はい、じゃあここで終わろうと思うんですけども。いや、すごいね。60秒だよ、本当に。60秒の間で。ね。すごい、こう、もう、なんか、想像以上の展開になるというか。いや、すごく面白かったです。